ちびちびお稽古見てねこんにちはいつもちびちびお稽古をご覧くださりありがとうございますこの動画では口を使わずに風船を膨らます実験を行いますまとめ方の例は1分20秒あたりからですでは早速お酢を 70ml ヘットボトルの中に入れます 次に重曹を小さじ1杯風船の中に入れていくんですが、これは一人では難しいので、お家の方に手伝ってもらってください。入りました。ではこの風船をペットボトルの口につけていきます。ここから注目です。念のため風船の口を押さえておきたくなるので、誰か、 お家の方に写真撮ってもらったらいいかなと思いますはい、しっかり風船膨らんできました写真をこまめに撮ることを忘れずに実験を行ってください風船が膨らんだ様子ペットボトルの中の様子よく観察してくださいここからは自由研究のまとめ方の例をご紹介します 自由研究なので楽しく取り組んでもらえたらいいなと思いますこのような順番でお話ししていきますまず1つ目研究テーマ風船を膨らまそう口を使わずにせっかくなら面白そうって思ってもらえるようなテーマがいいかなと思って考えてみました続いて2つ目研究動機 この実験を選んだ理由ですね。化学反応式を習う前と習った後で研究動機を分けてるので、参考にしてみてください。研究動機なので、何でも選んだ理由を書いてください。テレビで見て面白そうだと思ったとか、 そういうことも研究動機でいいと思います。3つ目、研究方法と内容。まずは準備物ですね。重曹ってあんまり馴染みないかもしれないんですけど、お母さんとかに聞いてみたら、お掃除とかで使うので、家にあるかもしれないです。100均にも売ってます。次は手順を載せてます。 もうちょっと細かく書ける部分もあるかと思いますので、書いてみてください。重層を投入したっていう手順があっても良かったかなと思ってます。続きまして4つ目、研究結果と分かったことですね。こちらも化学反応式を習う前と習った後で分けてあるので、参考にされてください。実験を見てて気づいたことを素直に書いてみてください。 調べるとお酢の中に含まれる酢酸と重曹の化学反応式っていうのが出てくるのでぜひ見てもらいたいです調べたらすぐに出てきます続いて5つ目感想その名の通り乾燥なので思ったこと気づいたこと何でも書いてみてください次はこういう研究をしたいっていうのすごくいいと思いますこちらも 化学反応式を習う前と習った後で分けてあるので、参考にしてください。オスじゃなくて、違うものでも膨らむのかとか、気になりますよね。そういうことを書いてみたらいいかな。期待が発生するとかでもなく、もっと違う種類の化学反応もあるのかとか、いろいろ興味湧きますよね。最後6、参考にしたもの。参考にしたもの、見たものを何でも書いてください。 化学反応式とか調べたらそれをどうやって調べたかっていうのも書けますねおまけの動画を早送りで流しますあふれそうにならないように皆さん気をつけてください最後までご覧いただきありがとうございますこの動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします他の実験もやってみたいと思います